ほう、柳竜也、恐ろしい事実が判明。柳竜也の登板日、柳竜也の打率、野手の打率。つまり柳は自分が打ててるにもかかわらず援護がない。チームに嫌われてそう。これはひどい。おかしいですよ監督。打点上げて負けてるのくさ。ヒットじゃダメ、ホームラン打て。息苦しそう。4勝11敗がグロすぎる。勝ち負けとかいうキングオブ訴訟。本人に正直な気持ちを聞いてみたい。後半戦の柳登板時の中日打線。くさ。米粒並びすぎやろ。ハスコラ定期。これはひどい。米粒がいっぱいだ。二進数定期。これもうお茶碗だろ。これは息苦しいピッチング。サッカーチームかな？二点しか援護ないけどこれでどうやって勝ってるんや？平均2でもまあまあエグいのに合計2て。ここ最近中日打線爆発してるのに柳の日だけ完全沈黙するのくさ。ほんまかわいそうだわ。最高の防衛システムあっても攻撃手段が竹槍じゃ勝てん。マジで柳の日以外点取れるし野手にいじめられてるやろ。あかん、ひいきでもないのに泣けてくる。見殺しの柳。柳にはぜひ戦闘してほしいわね。再開でも1億5000万くらいはもらう権利あるぞ。借金作ってるから大幅減俸とか普通にやりそう。